これ水道メーターで、今朝の気温がマイナス6度、もうめちゃくちゃ寒いです。で、水道のこのメーターの配管、ここのところも裸になってるんで、だいぶこう凍結しやすいっていうことで、これは止水なんですよ、うちのね。外の配管はある程度保温剤巻いたりだとか、そういったことをやったんだけど、ここも対策しといた方がいいっていうことなんで、とりあえず発泡スチロールとかそういったものを入れておくといいっていうことなんだけど、こちらにタオル用意して、タオルをね周りに置いておくだけでもこの配管に冷気が入っていかないんで凍結の防止になるということなんで、タオルの方を巻いていきたいと思います。こんな感じ、タオルを配管の周りに巻きつけてちょっと対策しました。メーターの方が見えないと検診に来た人が分かんないということなんで、メーターの方は出しといた方がいいということなんで、とりあえず周りの配管にタオルを巻いて冷気が入らないように対策を打ちました。止水の方を配管が破裂しちゃうと水道使えないんで、そうするとここに止水栓があるんだけど、ここの止水栓これを全部止めないといけないんで、そうするとうちの生活がねできなくなっちゃうんで、ここもね対策をちゃんとやっておかないとダメだよっていうことなんで、とりあえず冷気がね入り込まないようにねしておきました。だいぶ寒い日が続くんで、多分水道屋さん今大忙しじゃないかなと思うんでね、皆さんも水道管の破裂に注意するように対策を試みてください。どうも。これはね保温シート、一応ねこれも追加で上にねかぶせておきます。だいぶ冷気は防げるんじゃないかなってこれで思います。いいかな、こんな感じでね。水道管がねとうとう破裂しました。この2階のベランダに続いてるんだけど、一番上の曲がってる部分、あそこのところが破裂しました。一応ねこの保温材も自分で巻いてね補強はしてたんだけどね、ダメでしたね、やられました、この寒さで。一番上の部分ちょっと2階から見てみようか。これがうちの外の自家水のポンプ、先ほどの、水道管が破裂した水はこの自家水の方のポンプなんで、止水の方が生きてるから生活の方には支障はないんだけど、こことね外の配管とかねみんな対策を打ってたつもりなんだけど、配管が曲がってる部分はやられちゃったね。この寒さでマイナス3度を切ると、そこより気温が下がるとだいぶ凍結して破裂しやすいっていう風に言ってたんで、僕の周りにも何人か、同じ時期で破裂したっていう風に報告があって、参りますね。やっぱこれですから、今これですよ。だいぶ寒くなるんで凍結しますね。この中は暖かく保温材巻いてだいぶ補強はしてあるんで、この中は大丈夫だと思うんだけど、
参りましたね。この部分から水がだいぶ溢れ出ちゃってたんで、ここが凍結して破裂したと思います、ね、だいぶ巻いてたんだけどね、やっぱダメだね。夏になるとだいぶ暑いんで、これがだいぶ劣化しちゃったかな、まあ、でもしっかり巻いてあるんだけどね。これも2階で外からはしごかけて巻くの大変だったんだけど、まあしょうがない、これ直すしかないんで、ちょっと危ないんでね、水道屋さんお願いしました。今日一応来てくれる予定になってます。